今の時刻は5時6分です。今はお肉屋さんから帰ってます。はい。パパのお肉屋さんから帰ってます。帰ってきました。前のこの動画の前の5個の動画を普通に見てね。 OK、 家に着きました。テンション高め、はっはっはっは、オッケー。ママ、明日迎え来る？うん。水曜日はお家帰るときは、あっちの。はい。ね、ゴルフ。はい。ママの顔写したらいけんか。みんなね、ほぼね、お母さんがね、動画撮るっていう人はね、なんかね、お母さんの顔ね、見せるけどね、お母さんが動画撮らん人はね、みんなね、自分の顔しか映してない。お母さんが撮っとっても、映さん人もおるよ。あ、顔見えんければいいやろ、ママ。ママ。ね。後ろ姿見えた。テンション高め、はっはっはっは。オッケー。では何をすればいいでしょうか。あ、そう、学校の準備とかせんやけ。まだしてない。いや、うるさい。ゆりやん、何言えば。はい、言ってみる、言ってます。待って、はっはっはっは。部屋は今、学校の準備中です。はい、ここで見といてください。はい、国語算数かな。算数国語でした。国語と算数入れればいいか。テンションつかんでください。これまだ何も書いてないやつと、そうですね、上の名前は見せられないけど、これ宿題です。はい。で、これは学校で学校でやるならいいと言われたので、学校でやってます。それじゃあ、またよし。宿題は宿題。宿題。漢字のプリントですね。明日は漢字テストがあるので。でも完璧です。これは。自信があります。うん、これは練習のやつ。これ。OK。なんか小学生のみんな3人いますけど、両思いになる方法あるらしいですよ。紙に好きな人の名前1人書いて、もう1人いるんだったらもう1人1枚に書いて、それで名札の中に入れて、1週間入れて、筆箱の中に1週間入れて、それで、日記に1週間書いたら